従者に転生したら魔族の妻が5人もいるらしい。星1。平凡で休日は一切言葉を発さないほどのぼっちな OL の人族のメスが主人公。そのメスがある時人格だけ異世界の勇者の体に転移してしまい、理由は魔族との熾烈を極めた戦いを終わらせたメス勇者は、魔族たち幹部4人と魔王のメスの5人と結婚しておせっせに励めば平和だし、みんな平和が一番だよねということらしい。この天然クソユリビッチのユリハンターの勇者は昼も夜も戦闘力の高い猛者であり、どうしても5人とおせっせしたいし、しなきゃ均衡が崩れるということで分裂魔法を使ったら、魂が爆発飛散して、年齢イコール彼氏いない歴の OL の人格が転移してしまった。これからお前は嫁たちとおせっせしてもらうけど、もしもポテンシャル発揮できなければクビチョンだからという命がけの成就が始まるというレズ漫画。全体的に歪んだ性癖の表現がクソ上手であり、どんだけこの作者歪んでるのだと思えるような歪みの深さやバリエーションの多さにあんこが震える。ここまで歪んだレズ漫画は読んだことがないと思える。何よりも作画がクソ上手なので立ちが悪い。めちゃんこ褒めているのぜ。青少年が読んだら性癖が歪んじゃう作品と思われる、ある意味文芸ガチレズ漫画。